はい、どうも花見です。ではドキドキサバイバルアトベルート続きやっていきます。でやっていきますと言いつつ、ここにはアトベ警護いなかったよね。どうしよう、誰に話しかけようかな。まあジロちゃんとか話しかけに行く。眠そうやね。もうこのアイコンが眠そうやもんな。いや、アトベ今だぞ、話しかけに来るのは。なぜ話しかけに来ない。あ、芥川さん。おお、どうしたの。眠そう。聞きたいことがあるんですけど、いいですか。うん、いいよ。眠らないんだね。芥川さんのテニスウェアのパンツ、皆さんとのとちょっと違いますよね。うん。なんで元気になった。自慢のウェアなのかな。嬉しい、気がついてくれたんだ。いや気づくわ。かわいいな。はあ、スポーツ用品店に行ったらさ、かっちょいい短パン見つけたから買ったんだけど。ちゃんとスポーツ用品店で買ったんだね。みんなに不評なんだよね。君はこの短パンどう思う。まあ、ジローちゃんっぽくて可愛いけどね。似合ってます。似合いません。うん、わかりません。似合ってますよ、ジローちゃんっぽいよ。似合ってますよ。青と白の縦ストライプがとってもおしゃれなんじゃないかと。本当？嬉しい。そんなに喜んでくれるんなら言ってよかったよ。本当に短パンなんだ。下着だと思ったのかな。びっくりするわ、下着でテニスしとったら。テニス、あ、そうだ、芥川さんってどんな感じのテニスをするんですか。眠くやっぱりボレー主体のテニスかな。なんでさっきまで元気だったのに。情緒やべえ。ボレーというと確かネットについてダイレクトにボレーを打ち返すことでしたっけ。ボールを打ち返す、うん、よく知ってるね。いきなり眠くなったな、テニスの話題になったら。少しは勉強しましたから。とにかく相手の打ってきた球を直接返すのが楽しいんだ。あれすごいよね、かなり握力、なんか重いイメージがあるけど。ボレーってかなり難しいって聞いてるんですけど。うん、その難しいのがいいんだよ。相手も強ければ強いほど楽しいしね。うん、芥川さんって強敵相手だと燃えるタイプなんですね。そうだよ、やっぱり戦うんなら強い相手じゃないとね。あー、いいですね。なんで眠たくなったかな。すごいね、さっきまであの何ウェアの話をしたらすげー開眼したのにさ、プレイスタイル聞いたらいきなり眠くなったからな。どうなってんだ。では今日の探索結果の報告を始めろ。はい。湖に行ってみたけど特に変わったものはなかったよ。あらあら。森に行ってみたが野原があっただけだな。へえ。海岸線をずっと先まで行ってみたが何も見つけられなかった。おう、こっちも異常なし。森の中を調べてみたんだけどね。よかったね、アトベ。何も見つからなくてよかったね。海岸沿いに調べてみたが何もなかったな。俺も漁村を調べたが収穫はなかった。あら、今日は特に何もなしか。よかったじゃん。アトベ的にはよかったでしょ。いえいえ、何もないわけじゃないですよ、アトベ。来た来た来た来て、何か見つけたのか。こんなところで発表してもいいんですか。もう、なんなん。どういう意味だ。お、心当たりありありって顔してるさ。いや、アトベは顔に出ない、いや出るのか、出ない方だと思うけど、図星をついたらちょっと出ちゃう派だよな。茶化すんじゃねえ。何か見つけたんだったらちゃんと報告しろ。ヒヤヒヤだぜ。今ドキドキしてるぜ。まあ報告するほどのことではないでしょう。何なんだよ。ふざけてるのかお前らは。いえ、まだその時期ではないということです。もう大変、アトベが大変。ち、勝
転しろ今ヒヤッとしてるだろうな、ね、そうさせてもらいますよ、アトベ君。なんか本当に見つけたんよな、キテさんって。確かキテルート、いや、あんま覚えてないなあんま覚えてない、10年ぐらいやってないんじゃないか、キテルートなんて。おらんやないか、アトベ、アトベおらんやないか、おらんやないか。どうしよっかな。いや、まあ佐伯さんとか話す、佐伯さんとか。いや、今だぞ話しかけんの、アトベ。なんで来ないんだよヒヤヒヤしちゃったかな、さっきのキテさんとの会話で。やべえな、バレそうだなみたいな、ちょっとヒヤヒヤしちゃったかな。満天の星空ですね。こんな星空で流れ星見つけたいです。いいね、じゃあしばらく見てようか。あー、いいね。なんかこんなに星空綺麗だと見えそうだね。はい、そういえば佐伯さんは流星群見たことありますか？あるよ。おお。見たのは冬だったんだけどね。へえ。流星群を見るぞって六角のメンバー全員で冬の海岸に集まったんだよ。へえ。いいですね、楽しそうです楽しかったけど、さすがに冬の海岸は寒かったな。うーん、やばそうだね。あ、そうですね。でもみんなで待ってる時間とかも楽しくてね、流星群を見た時は感動したよ。いい青春やん。いいですね、私も見たことないので見てみたいです。いいね、そうやってみんなで集まって流星群見ようって。テニス。あ、そうだ、佐伯さんってどんな感じのテニスをするんですか？テニススタイルのこと？うん、はい、そうです。俺はサーブ&ボレーヤーだね。特にボレーに関しては自信があるよ。おお、ネット際に強いってことですね。そうだな、相手の動きを読んで対応するのは得意だから。すごいな、中学生、反射神経がいいんですねそれだけじゃないけどね。ん？何か秘密があるんですか？まあね、いろいろと特技もあるし。どんな特技があるんですか？え、なんだっけなんだっけ、全然知らんぞ。それは今はまだ秘密だよ。え？え、なんかありましたっけ？え？え？これ関東大会の後ですよ、全国大会？なんか、え、なんか彼なんか披露しましたっけ？え？そのうちわかると思うけどね。え、なんかあったっけ、ごめん。え比嘉中と戦ったことしか覚えてないけどな。やり残したことがあってねのあのワンシーンしかちょっと覚えてないごめん、サエさん、察せれなくてごめん。アトベいた？ないね、アトベさんかな。炊事場にいること多いな、明るいからね。いや、なんで、なんでさっき話しかけに来て。あ、木村さん、ちょっといいかな、君に聞きたいことがあるんだけど。いえ、すみません、すみません、今ダメなんです、手が離せなくて。そうか、それじゃあしょうがないな。すみません、また今度ね。いやー、ぬわぬわ切ねえ、マジ切ねえな。雪村さんを振り切ってきたよ聞いてくれよ、アトベさん、雪村さん振り切ってきたんですよ。この度胸を見てくださいよ。アトベさん見回りですか？ああ、今終わったところ。終わっちゃったの？なんだ、いなかったの？見回りしてたってこと？なん、誘ってよ。ご苦労様です。何か面白いことありました？お前が期待してるようなことは何もねえぞ。なんだ誘ってよ、一人で行きたかったのかな。うるせえ辻元置いてきたみたいな感じかなごめんね、いつもうるさくて残念です。少し散歩するか？見回りじゃない散歩ありがとう。はい、嬉しい散歩。暗、夜の森は不気味ですね。そうか、お前は怖いのか？なかなか怖いよね。暗いのが怖いんじゃなくて、真っ暗で先が見えないことに不安になります。まあな、実際俺たちの今の状況と被ってるからだろうな
結構シリアスな話してんのにこの BGM 面白すぎでしょ。なかなか愉快な BGM 流してんな。なかなかの話してんのにさ。はい。そんなに心配するな。お前のことは俺が守ってやる。あらあら、何何何、本気にしちゃうぞ、そんなこと言ったら。え、おい足元。守ってよ。大丈夫か。いや、めっちゃずっこけたな今。顔面からいった感あったな。びっくりしましたけど大丈夫です。ったく、驚かせやがって。いや、足つまずかせちゃったよ。ありがとうございました。あの時手を引っ張ってくれなかったらこけてました。ああ、よかった。ありがとう、守ってくれたね。早速マジ頼もしいわ。夜道は危ないからもう戻るぞ。なんだよ、じゃあ海岸行きます。散歩しようよ。はい、かっこいい。アトベ敬語マジでさらっと助けてくれるよね。マジかっこいいな。何汗汗してんの。2個も削んの。もう後部敬語でこの日終わっちゃうやん。マジか。あ、でもよかった、噂全部取っといて。やっぱ取って正解だったね、あれは。あれはうーん、しょうがないね。普通の話題を捨てて噂を2回行きましたけど、仕方なしよ。1回後部敬語話しかけに来たからさ、あれはでかかったな。噂取りに行ったのに後部敬語から来ちゃったパターンとかね。お、なんすか。あ、アトベさん、どこ行くんですか。もうずっと一緒だね。テニスボールが藪の中に入っちまったからな、探しに。え、こんな夜に。もう昼にしや、明日にしやばいいやん。あれ、カバジ君に任せるんじゃないんですか。いや、カバジも危ないから。カバジには別の用を言いつけてある。あ、そうなんすね。あー、いないんですか。じゃあ、私がカバジ君の代わりやります。うっす。バカ、形から入りゃいいってもんじゃね。楽しそう。ま、手伝うってんなら好きにしろ。うっす。はい、いや、そこはうっすやろ。そこはうっすって言えばいいのに。この辺りですか。どこに行ったの。ああ、そうだ、お前はこの辺りを探せ。俺はあっちの方を探してみる。いや、真っ暗じゃない、懐中電灯。わかりました。さっきさ、夜道は危ねえから早く帰るぞみたいな感じで今行ったのに、またまた暗闇の中に入ってくよこの人たち。もうむちゃくちゃだよ。むちゃくちゃやで。さて、この辺りかな。うん、見当たらないな。ここじゃないみたい。懐中電灯じゃ暗いよ。どうだ、あったか。ないです、まだ見つかりません。そうか、こっちもだ。ないね、これは見つからないね、真っ暗だもん。あ、ちょっと待ってください。あ、ありましたよ。すごいね、いいね。そうか、今そっちへ行く。イエーイ、見つけたぜ。あれ、でも、あ、どうかしたか。いや、そんな遠くないでしょ。あ、いや、1個じゃなくて2個ありました。大方他の誰かがなくしたボールだろう。一緒に回収しておけ。了解です。はい。待て、何何、え、くっそ有名なやつや、これ。久々に見たわ。めっちゃ噛まれてる。何、怖っ。ヤトベ様、蛇に耐性ねえだろ。まあ、ほとんどの人間が蛇に耐性ないけど。いや、何の蛇それ。怖っ怖っ、振り払ったな。渡部さん、お前噛まれてね。いや、あんな風に噛んでくんの蛇って。そうじゃなくて、噛まれたの渡部さんです。は、早く。ヒロイン渡部敬語。たくましいな、辻元は。おい、すご、辻元てじっとしてください。毒を吸い出しますから。え、これって結構危ない方法じゃなかった、今的に言うと。バカ、お前
虫歯があったらやばいみたいな話あるよね。ペッ、もう一回。すごっ。よせお前。ああ、言ってる。口の中怪我してたらどうする気だ。本当だよ、虫歯とかあったらやばいらしいもんね、これ。本当マジで。すごっ、この勇ましさ。見ました、惚れましたよね。ヒロイン跡部圭吾やで。あとは薬ですけど。お前無茶するんじゃねえ。毒回ってんじゃん。毒回ってんじゃん。カラジ君大丈夫です。口の中怪我もしてませんし、虫歯もありませんから。ほら水やるから早くうがいしろ。水持ってんだ。あ、はい。あ、跡部さん早く腕を縛らないと。へえ。分かってる、慌てるな。だいたい今の蛇は山かがしだ。へえ。山かがしの毒は奥まで。なんで詳しいの。すごい、とっさに山かがしだってすぐ分かったの。すごいな。よっぽど深く噛まれないと毒は注入されねえ。ええ、そうなんだ。でも万が一ってこともあります。さあ肩貸しますから、ロッジまで戻りましょう。必要ね、自分の足で歩ける。ダメです、安静にしないと毒が回ります。ち、確かに万が一のこともあるから。分かった、お前の肩を借りるぞ。うわー、これざわつくやろ。これハドウどうしたんだよみたいになるよな、こんなんでロッジ帰ってったら。はい。え、ハドウ怪我でもしたんかみたいな。こんな辻元に肩、うわばば。スチル3連続やんか。どうしようサムネ。サムネ迷うな。気分はどうですか。あまり良くねえ。少しは毒をもらっちまったか。どういう毒なんだろう、山かがしの毒って。後で調べるか。後で調べるか。とは言っても血清があるわけでもないし。あんまり心配そうな顔すんな。大丈夫だ。こんなことで俺様がどうにかなると思ってんのか。一番やべえよな、このなんか。まあなんかこの島は安全よ。本当にやばかったら榊が今ちょっとハラハラしとるけど。で、防犯カメラかなんか、ね、カメラで見てるからね。跡部圭吾がヘビに噛まれたっていうのも監督方にももうすでに情報は言ってるはずなんで、下に多分医療チームとかめっちゃ揃ってると思うんで大丈夫だと思うんですけどね。でも少し休めば楽になる。よく寝て。うっ、カバジー。あ、カバジー戻ったか。うっ、うん、そうか。あいつらそんなこと言ってやがったのか。まだ仕事してんのか。まだ偵察に行ってんの。また怒られちゃうよ。日がでしょこれ多分。日がのところに偵察に行っとるってことやら。こらこら。え、ここからじゃカバジ君の声聞こえないな。何ですかって聞きに行けばいいの、立地元。おい。はいはい。あ、はい。お前はもういい。あとはカバジに見てもらう。大丈夫？え、でも。いいから休んどけ。すまなかったな。いや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 、心配になるわマジで。ヘビに噛まれた瞬間見ちゃったら。ガチめに心配するわ。あ、いえ、私こそ助けてもらって、お礼言うのすっかり忘れてました。ヘビに噛まれそうだった辻元をかばったってことなんよな。あとべすげえな、とっさに手出したんだろうな。ありがとうございました。気にすんな、お互い様ってことだ。お互い様。いやいや、辻元ざわついてるな今ロッジが。あ、元気そう。夜もこんばんはって言ったんだね。元気そう、もう立ち上がってんじゃん。ん？お前か。大丈夫だ、少し気分が悪くなったがもう何ともない。本当に？もうよく寝てね。よかった。噛まれたのは山かがしだし、お前の処置が良かったんだろうな。礼を言うぜ。いえいえ、ね、あれって本当にやっていい処置なの？ヒロイン跡部圭吾にしてしまうけど、あれをやってしまったら。
いえ、もうあの時は夢中で。しかし、お前も無茶をするな。虫歯はダメ、絶対だね。虫歯を持ってたらあの処置はできませんからね。そうですか。ああ、だがそのおかげで助かったんだから、あまりきつくは言えねえな。そうだね。あれ、でも毒を出すっていう行為は絶対必要だろうね。体調が戻ったのなら明日のミーティングには出られますよね。いや、一晩寝させてあげてってなるけどな。そのことなんだがな。はい。え、何ですか？俺はしばらく体調不良の芝居を続ける。芝居できねえだろお前。お前一番テニプリ界で最大の健康優良児やで。怪我もしない、病気もしない、絶対的な健康体の男だと私は思ってるんだけど、テニプリ界において。本当に、アトベがみたいになるよ。アトベそんなに体調悪い男じゃないだろうみたいな。なるで、怪しんじゃうぞ。え？どうも日が中のやつらが気になる。うん。あいつら、俺のことを変な風に勘ぐってやがるみたいだ。まあ、現にね。ああ、そうでしたね。でもそのことと芝居にどんな関係が？俺が何かを企んでると誤解してるんなら、俺が表に出なきゃいい。でもずっとここの部屋におんの、めっちゃ暇やん。そうすりゃあいつらも変な勘ぐりはやめるだろう。それはそうかもしれませんけど、逆に刺激しちゃうって可能性もありますよ。それはそれでしょうがねえ。このままの状態じゃあいつら何をしでかすかわからねえしな。あ、こちらが先に行動を起こすことで主導権を握らねえと、あいつらに振り回されっぱなしになる。もう大変だね。蛇に噛まれてえらい目見るし、比嘉のこともまだ問題があるし、もう跡部さんもてんてこまいやで。跡部さんって他の人に主導権取られるのが気に食わないんですね。その典型的な人だからね。はっきり言うなお前は。まあね、それが跡部敬吾。すいません。目が笑ってるぞ。まあ確かにお前の言う通りだ。このままじゃあいつらにかき回されっぱなしだからな。うん。何か考えがあるんですか？お前にも手伝ってもらうぞ。おお。だけど辻本はまだ信じているぞ。我々は遭難しているということ。私に？ああ、カバジだけじゃ手が足りねえ。え？お前にも日が中の動向を探ってもらう。スパイをやれって？わかりました、私でできることなら。ああ、すまんな、頼む。辻本すぐ顔に出ちゃうからスパイ下手くそやよ多分。辻本思ったこと言っちゃうし。なんだ？なんだ？なんだ？何？宇宙アトベじゃん、宇宙アトベ。何今の？宇宙アトベ。みんなもう知ってると思うけど、面白すぎる。アトベが毒蛇に噛まれて渋滞になった。渋滞ではねえんだよな。今回の緊急ミーティングはそのことで集まってもらった。まあ普通に会話できてっけだな。はい。いや心配よな、おとりくんに。おとりくんはアトベさんが元気だってこと知らねえもんな。アトベ大丈夫かな。元気ですよ。辻本も今ね、嘘ついてますからみんなに。幸い命に別状はないらしいが、まだ動ける状態じゃない。やべえ。しばらくは俺が代理で海側のリーダーを務めさせてもらうよ。わお、アトベが渋滞っていうことはさ、ね、これ誰がリーダー、雪村がリーダーになるっていうことは誰から、カバジ捨てに伝えてきたのかな。雪村さんリーダーお願いしますみたいな感じで言ってきたんかな。そうかもね。適当。了解です。わかった。まあ順当でしょうね。おい、雪村くんならいいと。おいおい、しっかり
かし何なんだあいつら。聞こえますよ、獅子野さん。日川嫌われてるね。もう遅いさ、聞こえてるっての。要するに俺は雪村くんなら跡部くんよりはずっとマシと言っているんですよ。悪だくみをしていないっていうことに関してってことかな。跡部だって言うの、何このマシっていうのは、まあ悪だくみしてないってことやんな。雪村くんは跡部くんの指示ではこの先一体どうなることやら。ちょっと来てさん、言い方というものが。もう喧嘩。先に余計なことを言ったのはそちらでしょう。お互いに余計なこと言ってんだよ。お互い様だもん。静かに。怒っちゃうぞ雪村くんが。はい。跡部が大変な時に余計なトラブルは避けたい。そうだね。来て、君たちも挑発するような言動はやめてほしい。先に挑発したのはそっちだろうよ。もうどっちが喧嘩打ったとか、もうそういうのどうでもいいわもう。話を大きくしたのは君たちだ。そこまで過敏に反応する必要はないだろう。分かってないな。本土の人間に舐められるわけにはいかないわけさ。そういう文化なの。これは誤解するぞ。沖縄の人全員がこんなんやないよ。そんな対抗心で場を茶化すのはやめてほしいな。俺たちはそんなことで区別はしていない。そうかよ。してねえよ。一回もしたことないわそんなことで区別。その辺にしましょう。平子君、なんかプライドがあるんやろね。なんか沖縄としての何かプライドが、この人たちはね、全員が全員じゃないと思いますが、この日が中の人は特にプライドが高いと。わかったさ、えいしろ。なんか過去にやられた。跡部財閥の人になんか過去にやられた。とにかくこんな状態だ。全員のさらなる団結をお願いするよ。うん、それはもちろん。ん、なんだろう、食堂の方が騒がしいような。なんだ。お、わかってねえな。やった。なんだなんだ。現に何人か怪我したやつはいるだろう。余計なトラブルは避けたいってさっき雪村くん言ってましたよね。ねえ。聞いた？さっきの話。いくらなんでも言い過ぎですよ。うわ。ああ、こんな生活をしていれば多少の危険はあるに決まってる。そう思わせるのが作戦だとどうして気づきませんかね。物分かりの悪い人だ。前な、やるってのかよ。何をやるん。テニスで勝負だ。テニスで何やってるんですか。テニスで勝負だ。コートに入れ。お前ら全部テニスで勝負だ。また君ですか。私です。キテさん、カイさん、平子場さん、なんでそうやって喧嘩ばかりするんですか。おや、どうして君は俺たちが先に仕掛けたと決めつけるんですか。あ、今日詳しく話聞かせてくれや。え、先に行ってきたのは大鳥だぞ。おい大鳥くん、何やって。え、そうなの大鳥くん。あ、何言ったんだよお前。けどさっきの言葉は標定全体に対する侮辱です。何言ったの。何、もう。ごめんなさい、キテさん、カイさん、平子場さん。なんか語呂がいいね。キテさん、カイさん、平子場さん。確かに私が軽率でした。分かってくれたらいいんですよ。優しいね。なんか辻元もやっぱ素直やね。悪かったらすぐ謝る。偉いな。言っておくがな、確かに先に言ったのは俺たちだが、こいつらもっとひでえこと言ってるんだぞ。はい、もう落ち着いて、まずはまずお互い何を言ったかちょっと聞かせていただこうかね。事実を指摘しただけですよ。はあ、何が事実だ。お前らの勝手な推測だろうが。うん、もうだからやめてくださいってば。もう雪村くん呼ぶぞ。悪いけど引き下がれないよ。マジ、言っていいことと悪いことがある。うわ、この頑固者たちめ。頑固者たちだな。大鳥くん何言われたの。それは何長太郎、言うことね。こんな話
話こいつに聞かせられっか。何そんなひどいこと言ったの。聞かせられんぐらいのひどいこと言ったの。はい。なんだよ。とにかく後部さんが大変な時なんですから、仲間割れなんてしちゃダメです。誰と誰が仲間だって平子ばさん、大声。いいでしょう。今回は君に免じて引き下がります。ですが忘れないでほしいですね。我々は君たちの指揮下に入った覚えはないということ。別に指揮下とかそういう話じゃねえだろ。すごいな、日が意外がしんな。そう、日がちゃんはまた騒ぎ起こした。もうやべえよ、アトベまだ演技を続けるってのかい。なんだかアトベさんがいないことで余計エスカレートしてる気がするんですけど。あいつら一体何を考えてやがるんだ。俺が出なきゃ少しはおとなしくなるかと思った。あら、なりませんね。それに大鳥くんやシシドさんが何か評定全体のことで悪口を言われたらしくて、もう何言われたんだろう。評定のオタクがブチ切れてしまうから言えなかったんかな。評定のオタクを敵に回すから言えんかったかな。かなり日が中の人たちと契約になってます。しょうがねえな。こうなりゃ徹底的に海を絞り出すしか手はねえ。どうすんの。あまり強引なのは良くないですよ。心配すんな、話し合うだけだ。ま、全ては明日の様子次第だな。辻元、毎晩じゃないけど、すごいね、毎時間跡部の部屋来てんだな。すげえ報告すんやん。めっちゃ仕事しやん。明日の様子。いや大変だよ、もうえらいことになったわ。彩香です。え、何、どうかしたの。なんだかさっきからぼーっとしてるけど。やべえんだよ、いろいろとな。え、そうかな。うん、何か悩みでもあるの。悩みというか、やばいんですよ。もう、え、山はそんなことない。山は安泰な感じ。え、海やばいんですよ。羨ましいね、山の重さが。そう、だったらいいんだけど。飛ばしちゃった今。大丈夫、飛ばしちゃった。それより明日も早いんだからそろそろ寝よう。うん、ランプ消すね。うん、いいよ。おやすみ。おやすみ。いや、大変ですよ。親愛度見てみる。一回も見たことなかったわ。わおわお。あ、これ親愛度順ですからね。名前順、あー、ゆえおってことか。あとべマックスではないよね、多分。マックスではないと思うんですが、マックスになれるかな。はい、では今日はここで終わりたいと思います。7月31日。では次はね、8月1日からやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございます。